おはようございます。5月26日金曜日です。現在の時刻が9時17分。9時にウバオンしまして15分ほど待ってなってくれました。スターバックスコーヒー西船橋メトロピア店さんです。ピックアップ向かいます。おはようございます。ウーバーで伺ってます。9時35分スターバックスさんの配達完了しまして、次は決まっておりません。とりあえず西の方へ、市川小岩方面に向けて移動していきたいと思います。で、昨日までの今週の配達件数がたったの54回ということで、ひまたぎクエストカンクリまで86回、金土日今日入れて3日間で86回で、日曜日は例によってあまり遅くまで稼働ができないということで、早くも追い込まれております。はい、すでに都内に到達しておりまして、小岩界隈におります。約1時間のローンをいただいておりました。ありがとうございます。というわけで10時33分呼んでもらいました。ケンタッキーフライドチキン本院式店さんで、いつものごとく呼ばれない、なかなか呼ばれないのに呼ばれるとダブルということで、追加ダブルがすぐ入りました。同じケンタッキーフライドチキンさんです。1店舗ダブル行ってきます。はい、じゃあお預かりしていきます。10時59分ケンタッキーさんのダブル配達完了しまして、次が決まっておりません。まあ都内も千葉も変わらんじゃんっていう展開ですね。はい、11時8分です。キッチンオリジン新小岩店さんが呼んでくれました。ピックアップ向かいます。こんにちは、ウーバーです。11時20分キッチンオリジンさんの配達完了しまして、数珠らずです。まあめげずに頑張ります。10分ほど待ちまして11時31分マクドナルド東新小岩店さんが呼んでくれました。ですぐに追加ダブル、同じマクドナルドさん入っておりまして、1店舗ダブルの形になりました。行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、すいません。じゃ失礼します。11時54分マクドナルドさんのダブル配達完了しまして、お次ジュズってくれました。ちょっと都内っぽくなってきましたか。味の民芸奥戸店さん、ピックアップ向かいます。こんにちは、ウーバーです。12時6分民芸さんの配達完了しました。ピンの位置がね、配達前に見たら葛飾区役所に立っておりまして、明らかにおかしいということで、お電話で確認させていただいたら全く別のところということで、かなり距離ずれてましたので、ピンずれ100選に認定しても良いかと思われます。でもって次は決まってません。昼ピークに入っております。千葉と変わんないかな、やっぱ。12時19分マクドナルド東新小岩店さんが呼んでくれました。到着です。追加ダブルも入って1店舗ダブルの形です。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、お預かりしていきます。12時35分マクドナルドさんのダブル配達完了しまして、次は決まっておりません。昼ピーク、まあただね、千葉より無音の時間が短いような気がする。多分そう。まあもうちょっと待ちます。なった。はい、45分の無音をいただきまして、現在の時刻1時20分です。千葉と変わらないじゃんねっていうところですが、はい、呼んでくれたのはキュンちゃんさん。1店舗ダブルです。ピックアップ向かいます。こんにちは、ウーバーです。はい、1時54分キュンちゃんさんの配達完了しました。次を待ちます。
1時59分です。マクドナルド蔵前橋通り北小岩店さんが呼んでくれました。行ってきます。はい、じゃあお預かりしていきます。2時13分、マクドナルドさんの配達完了しました。次を待ちます。はい、何分間ならなかったのかカウントしておりませんが、今時刻3時をちょうど回ったところですね。で、平井大橋を渡っております。久しぶりになってくれたのがケンタッキーフライドチキン平井店さん、ピックアップ向かいます。お預かりしていきます。ジュズった。はい、3時16分ケンタッキーさんの配達完了しまして、お次珍しくジュズってくれました。スターバックスコーヒー亀戸クロック店さん、ピックアップ向かいます。こんにちは。はい、ウーバーの3時35分、スターバックスさんの配達完了しまして、お次もジュズってくれてます。チャイナ厨房亀戸駅前店さん。何やらもうスカイツリーが大きく見えるとこまで来てしまっております。行ってきます。はい、これはね、じゃあ。はい、じゃあお預かりしていきます。3時53分、チャイナ厨房さんのお届け完了しました。ここはジュズらずです。なった。4時8分になってくれました。 PPDD ダブルです。1店舗目は先ほどもお伺いしたチャイナ厨房さんで、2店舗目は麺屋ごっつ亀戸店さんです。ピックアップ向かいます。来てます。はい、2つです。はい、両方お預かりしていきます。じゃあ失礼します。こんにちは、ウーバーです。4時49分、チャイナ厨房さんと麺屋ごつさんのダブル配達完了しました。次を待ちます。4時55分です。勝谷一の家店さんが呼んでくれました。ピックアップ向かいます。あ、はい、ありがとうございます。鮭とエビフライ3本になります。はい、そうですね。大丈夫です。お願いいたします。はい、お預かりしていきます。5時8分、勝谷さんの配達完了です。次は決まっておりません。行くよね、しょうがない。5時22分です。20分ほど間空きまして呼んでくれました。トンテキング新小岩2丁目店さん、ピックアップ向かいます。ならないですね。こんにちは、ウーバーイーツです。あ、ゼロ。5時43分、トンテキングさんの配達完了しまして、お次、ジュズってくれましたスキヤ水江店さんです。ピックアップ向かいます。そろそろ見せていただきましょうか、千葉との違いってやつを。こんにちは、ウーバーです。はい、A な。5時58分、すき家さんの配達完了しまして、数珠らずということで、千葉との違いはまだ見せてくれないみたいです。次を待ちます。はい、6時22分、PPDD ダブルなってくれました。1店舗目がすき家さん、柴又街道店さんです。到着しました。こんにちは、ウーバーです。はい、続きまして PPDD の2軒目、ペッパーランチダイナー小岩店さん向かいます。お願いします。はい、はい、じゃあお預かりしていきます。ダブルピック完了しましてお届け向かっております。この配達開始する前の今日の売り上げが9988円ということで、この配達で確実に1万円に到達するわけですが、
はい、今6時半を回ったところでオンライン開始してから9時間30分経っております。昨日千葉県で稼働してならないならないと言ってて1万円に到達した時間は9時間20分ということで、すでに10分オーバーしてしまってるというね。都内の実力、千葉に劣ってしまってる。6時50分すき家さんとペッパーランチダイナーさんのダブル配達完了しました。でこれで今日の売り上げ1万円到達ということで、かかった時間が9時間50分、昨日の千葉より30分遅いという結果になりました。千葉の勝ち、いやまあそうとも言い切れないんですよね。まあいや負けてるんだけど、はい、配達件数はねもう22回に到達したんで昨日のペースより早いです。はい、で次ローソンさんがジュズってはないんですけど2、3分で呼んでくれました。ピックアップ向かいます。こんばんは。ウーバーで伺ってます、7時4分ローソン白鳥4丁目店さんの配達完了しまして、次は決まっておりません。まあね、売り上げの伸びでは昨日の千葉県に負けてしまってはいるんですけれども、配達件数だけ見ると今のローソンさんの配達で今日23件目です。10時間4分で23件ということで、昨日の千葉県ね12時間40分で25件、1時間あたり2件も配達できなかったってことを考えると、まあ都内に出てきて正解だったということにさせてほしいですね。無理があるかな。はい、約30分後もいただきました。千葉と変わらねえっていうね。はい、亀戸に今来てるんですけれども、なってくれました。ちょっとお店の名前もこれ読めませんので、正式なお店の方、Uber Eats のアプリ上のお店の名前読めませんでした。本当のお店の名前はチンキさんです。もう笑っちゃって喋れないですね。ピックアップ向かいます。こんばんは、 Uber です。ほんとなんかろくなの来ないね。40分1000円 9.4 キロ断ろう。このアドレスに。7時57分チンキさんの配達完了しました。で1件ジュズってくれてたんですけど、ちょっとね9キロとかで40分1000円ということで断ってしまったんですが、今日のなり考えると行った方が正解だったかもしれないですね。ゾフェイヤーさんでしたけど、どうだろう。はい、8時2分です。信頼新小岩店さんが呼んでくれました。まあ短いの来てくれたんで助かりました。ピックアップ向かいます。はい、お預かりしていきます。8時12分信頼さんの配達完了しました。次を待ちます。さあ絶対できてなさそうですけど、件数稼ぎに行きますか。しかも本当にプラス0キロだろうね、最近嘘つくからね。はい、というわけで最初に呼んでくれたのはバーミヤン新小岩店さんですね。間もなく到着。こんばんは、ウーバーです。お願いします。はい、でお次がプラス0分、違うプラス2分プラス0キロ100円のジョナサン新小岩店さん到着ですが、まずできてなさそうなのと本当にプラス0キロだろうねっていうね。こんばんは、ウーバーイーツで伺ってます。はい、予想に反してジョナサンさんが 1,2 分で渡してくれました。っていうかまあこの時点でプラス2分になっちゃってるんですけどね。はい、まあお届け先がどうなってるのかこれから見ていきたいと思います。はい、ジョナサンさんの配達終わりまして、バーミヤンさんの配達に向かっているところですが、まあ最近ねちょっと追加ダブルで詐称してくるウーバーさんのオファーが多かったんで、はい、心配しておりましたが大丈夫そうです。プラス0キロといってもまあ嘘ではない、まあ、200メートルぐらいは増えてんじゃないのっていう気はしますが、
ただプラス2分はさすがに嘘でしたけどね。ピックだけでそれぐらい使っちゃってますし、マンション10階のお届けだったんでね、エレベーターの上り下りとか、あとお客様にお渡しする時間とか考えたら2分じゃ終わらないでしょっていう話ですけど、まあ許せる範囲じゃないでしょうか。ではバーミヤンさんのお届け行ってきます。ちょっと遠くないですかって感じだけど、まあ行きましょうか。追加ダブル行っちゃう。8時44分ジョナサンさんとバーミヤンさんのダブル配達完了しまして、お次ジュズってくれましたマクドナルド奥戸街道店さんで、その後追加ダブルも入ってます。はい、こちらですね、お願いします。お預かりします。お次は追加ダブルで受けましたホットモット高砂店さんピックアップ向かいます。はい、はい、じゃあお預かりしていきます。ずっと行っちゃうか。こんばんは、ウーバーです。9時18分にマクドナルドさんとホットモットさんのダブル配達完了しまして、その後すぐなってくれたのがワンティーさん、タピオカのワンティーさんですね。でその後追加ダブルでドネルケバブハウスさんが呼んでくれております。ピックアップ向かいます。はい、じゃあお預かりします。ドネルケバブハウスさんも受け取りましてダブルピック完了です。2分ほどピック待ちありましたが、まあ想定内ですね、追加ダブルで距離が近かったんで。で両方ともショートドロップなはずなので、2件件数パッと稼げるいい案件になりそうです。行ってきます。はい、9時40分ドネルケバブハウスさんとワンティさんのダブル配達完了しました。で9時40分ということは、今日9時スタートしてるんでね、オンライン時間が12時間40分となりまして、昨日の総オンライン時間と全く同じ時間です。で売上は今 14,833 円、だいたい昨日と同じまで追いつきましたね。まあ昨日最後深夜にやってますから、そんなに入ってこなかったっていうのもあるんですけれども、ただ配達件数はい31回です。ということで昨日より6回多いということでね、やっぱきっと都内に出てきた甲斐があったということに、はい、思いたいです。でもうすぐ10時になるということで、一応今日終了も視野に入れつつ千葉の方に向かっていきたいと思います。まあなんかね、軽いいい案件、千葉方面に戻れるいい案件あれば乗っていきたいとは思いますが、基本的にはこの辺で終わりですかね。でやっぱ想定してたより全然ならなくてですね、予定数だいぶ足りないので、明日もう朝一からやろうと思います。場所はこれから考えますが、なんかまた小岩とか錦糸町行ってそうな気はします。ですね、話がコロコロ変わるのはいつものことなんですが、だいぶなんかね疲れてきたんで、やっぱ今日はもうここでスパッとやめたいと思います。というわけで9時50分オフラインです。そしたらまたね、なんかアプリ更新しろって出てますね。今度はどんな解約を加えてくるんでしょうか。まあ更新すぐしちゃうんですけどね。というわけで簡単に今日の結果発表していきたいと思います。今日も Uber オンリーでやらせていただきました。総オンライン時間は12時間50分、昨日の千葉県より10分だけ多く稼働しております。走行距離が148キロ、今日も Uber オンリーで31乗車です。昨日より6回多い。売上 14,833 円、ほぼ昨日とトントンということは、今日はショートが中心だったのか単価が安かったのか、まあ1件あたりの金額が相当安いっていうことですね。で次ひまたぎクエストなんですけれども、今週ここまで85回の配達をしてますので、第1段階まで残り15で、最終段階カンクリまでプラス40ということで55回です。まあ、日曜日あまり稼働できないと思うので、明日35回もしくはもう40回目標にやっていきたいとは思いますが、なってくれるのかどうかですね。であと来週のひまたぎクエスト、また当たりが出てます。ここのとこずっと当たりが出てるんですけれども、そ
その前ね、2ヶ月間ぐらいずっとハズレが出てましたんで、おそらくここで当たりをいっぱい出すためにハズレを出させてたっていう形でしょうね。今回報酬下げるのはその頃から決まってて、報酬下がるところに合わせて当たりクエストバンバン放り込むと。で、配達員は当たりクエストだからつって多少報酬安くても動くだろうみたいなね。その間に配達員の頭が安い報酬に慣れてくるのを待つみたいな、そんな作戦なんじゃないかと思います。で、今日の総括ですね。一応都内に出た、小岩まで出たんですけれども、いまいちでしたね。31件乗れてるのはまあ良かったですけれども、想定してたよりはだいぶ少なかった感じです。なりあまり良くなかったですね。まあ千葉も東京もあまりならない閑散期っていうことなんだとは思います。明日ね、とにかく、はい、頑張っていきます。多分都内に出ます。また小岩スタートぐらいかな。あとその後どこ飛ばされるかっていう感じになるかと思います。それではおやすみなさい。